皆さんこんにちは。今日はこのオールインワン WP マイグレーションっていうサイトを引っ越しするときに使うプラグインの容量の増やし方を説明します。あとエクスポートとインポートの方法も説明します。とまず新規追加でオールインワンマイグレーションと検索して、でこれです。ここをクリックするんですけど、私はもうすでにインストールしてあるので、ここをクリックしてインストールして、で有効化してください。で有効化が終わったら、ここのツールの中にあるエクスポートをクリックして、でこのファイルにエクスポートをします。これで全てのワードプレスのデータがエクスポートされるはずです。はい、では次に新しいサーバーからワードプレスをインストールして、そのワードプレス上で同じプラグインをインストールするんですが、新しいバージョンだと、容量が増やせないので昔のバージョンを使います。で昔のバージョンをインストールするにはググります。この 6.77 っていうバージョンだと動くので、こちらをインストールしていきます。ここに 6.77 があったので、これをインストールします。これで今インストールできました。このリンクはブログに貼っておきます。ダウンロードしたら、新規追加でプラグインをここにアップロードします。で今すぐインストールをクリックします。でプラグインの有効化、この時点でいらないプラグインは消しとけばいいと思います。このインポートをクリックします。そうするとまだ512メガでまだ足りません。ググって調べた結果、このコードを所定の場所に入れればいいそうなので、これをまずコピーします。で Plugin の編集で、これが選択されていることを確認して、コンスタンツ PHP をクリックします。で284番、ここのマックスファイルサイズ、ここをいじります。この先ほどのやつに
使います。そしてファイルを更新。では見てみましょう。はい、これで10ギガになったので、ここでインプット。